中国南方航空3456便墜落事故は1997年5月8日に、重慶江北国際空港から新鮮木田国際空港へと向かっていたボーイング737-300が激しい雷雨の中で着陸に失敗した事故である。2019年まででもこの路線や便名は存在するが、機体はエアバス A320、ボーイング 737NG に置き換えられている。この事故で使用された機体は、B-2925 として登録された。1994年1月28日に初飛行を収め、同年2月25日に中国南方航空に納入された比較的新しい機体であった。機長は当時45歳で飛行時間15500時間以上で、そのうち操縦士としての飛行時間は4300時間であった。副操縦士は当時36歳、総飛行時間12700時間で、操縦士としては3600時間を飛行していた。3456便は、現地時間1997年5月8日19時45分に離陸し、目的地には21時30分に到着する予定であった。21時7分に入域管制から着陸許可が出たが、おおよそ10分後に管制塔から激しい雨が降っているとの連絡が入った。21時19分、操縦士は激しい雨が降る中で着陸を試みるが、機体はハードランディングして3回バウンドした。機長は慌ててゴーアラウンドを指示するが、その時の衝撃でノーズギア、フラップ、そして油圧系統が損傷し、操縦を困難にした。この時、警告音が激しく鳴り響いているのが、コックピットボイスレコーダーに記録されている。機長は、副操縦士に促される形で緊急事態を宣言し、空港に緊急態勢を敷くよう要請した。機体は旋回し、2度目の着陸態勢に入った。しかし、降下率が高かったため着陸に失敗し、21時28分30秒に、機体が、滑走路から滑り出て3つに分断され火災が発生した。この事故により乗員2名と乗客33名の合計35名が死亡した。1997年6月28日、中国民用航空局は事故原因は以下の4つの要因があるとした。事故から10年経った2007年、当該機の様子が録音された。ボイスレコーダーのやり取りとされる音声がYoukuや YouTube 等の動画サイトにアップロードされた。中国民用航空局の専門家は、この音声が偽物である可能性は極めて低いとした。ありがとうございます。